はい、どうも皆さんこんにちは、長里ゆうきです。クルーメンバー随時募集しております。ぜひぜひ皆さんメンバーになってください。ということでですね、今日は、おみき選手についてですね、取り上げますね。まあ、先日、レスターシティ対ブリストルシティの試合がありまして、レスターはですね、5対2で、逆転勝利を収めました。でね、まあ、先制される展開だったんですけれども、まあ、ブリストルもね、最下位なので、まあ、能力的にもね、まあ、そこまでやっぱ高くないっていうところもありまして、まあ、レスターがね、しっかりボールをつないで、まあ、ゴールまで攻め込んでいくっていうシーンがこう何度も見られました。そんな中、もむき選手は攻撃の軸となって、チームメイトとね、連携を取りながらこう攻撃を組み立てる、という展開がすごく多かったように思いますし、まあ、その流れからね、いくつかチャンスをやっぱり、作り出していたので、まあ、そのあたりですね、まあ、下位相手ではありますけれども、まあ、そういったね、連携っていうのを随所にこう見せていたので、まあ、チームメイトともね、良い関係が築けているんだなっていうのは見てて感じました。まあ、同点ゴールだったんですけども、大三木選手が決めたゴールが、まあ、その、ね、同点ゴール、だったにもかかわらず、あのね、ベンチの選手と喜んだり、チームメイトがね、ちゃんと駆け寄ってきたりと、まあ、本当に良い関係が築けているんだなっていうのは、映像から伝わってきました。ということでですね、まあ、本当にハイライトから切り取ったもうほんと少しの映像になりますけれども、そちらを見ていきたいと思います。ではどうぞ。はい、ということですね。この試合は宝田選手もですね、ゴールを決めたんですけれども、まあね、こぼれ球をこう押し込んだ形でこう入ったゴールだったので、まあ、なんかちょっと膝に当たって入ったみたいなゴールだったので、まあ、それはね、皆さんハイライトを見ていただいた方はお分かりかと思います。で、まあ、少しちょっと気になるのが、まあ、宝田選手と籾木選手がこう喜び合うシーンっていうのがちょっとないのをちょっと気になってます。まあね、ここはね、別に仲良くする必要はないですし、まあ、二人、すごくね、対照的な、こう、性格かなっていうふうには感じるので、まあ、ピッチ内ではね、あの、連携は取れていると思いますし、まあ、ピッチ外でね、そんなね、日本人だからといって仲良くする必要ないですし、まあね、スウェーデン時代からずっとね、やっぱチームメイトなので、まあ、その辺ね、ちょっとどういう関係なのかなっていうのがちょっと気になるところではありますけれども、この試合は日本人選手2人がゴールするという良き試合となったのではないかと思います。で、ここからおそらく代表戦でね、中断期間があるので、まあ、この期間ですね、私の分析動画はですね、少し代表戦にこう焦点を当てていきたいなとは思っております。で、もちろんね、それはね、日本だけではなくて、アメリカではですね、ゴールドカップという大会が、行われますし、で、まあ、ヨーロッパでもね、あのフレンドリーマッチがね、いくつもやっぱ行われると思うので、まあ、その中からちょっと気になった試合っていうのを、まあ、取り上げていけたらいいかなっていうふうに思ってます。まあ、気になるね、なでしこジャパンのパリ五輪予選の最終予選ですね、北朝鮮戦がですね、いよいよ迫ってきたんですけれども、まあね、まだ会場が決まってないということで、うん、どうなるかっていうところではありますけれども、24日なんですけどね、試合大丈夫ですかねまあね、ということで籾木選手、宝田選手、まあ、代表には選ばれてませんが、
海外でこうして日本人を選手代表として戦っているということだけでも評価に値すると思うので、ぜひぜひここからねもっともっと活躍していってほしいなというふうに思います。ではうさぎチャンネル、クルーメンバーを募集しておりますので、ぜひ皆さんメンバーになってください。チャンネル登録をお済みでない方はチャンネル登録、そしてこの動画へのいいねボタン、ぜひよろしくお願いいたします。では皆さんまたね。